乱の時代の新たなる秩序、我らの宿願は世界征服。今新たなる怪人誕生の時、目覚めよペリアール。気象戦隊ウェザースリー。赤い太陽、青い海原、黄色い大地、この素晴らしい僕らの星は渡さない。行く手を阻む悪の組織、フロシャイム、正義の炎燃え上がれ、この青々空を羽ばたけ、力を合わせて気象戦隊ウェザースリー。ウェザースリー。あーったり、もし、ああ、ほら、え、あの、あなたたち本当に正義の味方、気象戦隊ウェザースリー？んだよ。え、いや、だって T シャツじゃないですか、ヘルメットかぶってないじゃないですか、ビールっ腹じゃないですか。いやいやいや、まあそう言わんで。なんなわけこいつ。ああ、やんならよ、とっととかかってこいよ。ねえ、見た目は気にしないでください。行け、ペリアル、奴らを抹殺するのだ。はい、と。な、そうだよ、何を細かいこと。俺はこいつらを倒しさえすればいいんだ。いいね、いいメタルクロー。ペリアル君、ペリアル君。懐かしいな、あの頃はみんながむしゃらだったんだよね。バプ様。はい、何？次の対決いつでしたっけ？気象戦隊ウェザースリー。それはかつて神奈川県川崎市で繰り広げられたレッドの立ちが悪かった頃の物語である。世界征服を企む悪の組織、フロシャイム川崎支部。今日もまた奴らが動き出す。昨夜本部から緊急の連絡が。明日本部よりフィリップ参謀が我が支部にお越しになる。おかしい。噂は聞いておりますけど。フィリップ参謀とはそれほどに？参謀はフロシャイムの男版サッチーとして恐れられている大変気難しい方だ。川崎支部は散らかっててだらしなかったわと言われぬよう、これより大掃除を決行する。そういえばバンプ様、
明日の対決は、あ、キャンセル？お前ふざけんな。てめえらが対決しろって言ってきたくせに何勝手なこと言ってんだよ。あの、すいません、はい、本当にすいません、はい。いや、参った参った、すごい剣幕。でも分かったって、よかったですね。あの参謀が来るのに対決なんかしてる暇ないもんね。ですよね。では作戦を決行する。1号2号は庭を吐き、下駄箱を見られてもいいように靴積みやら靴ブラシをティッシュか何かの空箱に入れて整理せよ。メダリオ、カーメンマンは風呂の掃除だ。メラミン、スポンジ、バスマジックルン、どんな手を使っても構わん。イワカというイワカを一網打尽にせよ。フロと言いますと、もしや、そうだ、フィリップ参謀はお泊まりになる。ゲイラスよ、お前は来客用の布団を干すのだ。1時間したらちゃんと裏返すのだぞ。ラジャー、わかりました。よし、かかれ。何も、はい、フロシャイム川崎支部です。あ、どうもフィリップ参謀。はい、お待ちしております。はい、え、はい、あ、やっぱり戦ってくれだ。本当におめえは俺を舐め腐ってんのかな。やるって言ったりやめるって言ったり、やっぱりやるって言ったりよ。私の方もいろいろ都合がありまして。なんで俺がてめえらの都合に振り回されなきゃなんねんだよ。もう私だって上司に振り回されちゃって大変なんです。お、この子に及んで逆ギレかよ。いい加減許してあげなさいよ。あ、バーグハンがガヤマーカロンガフ。物を食いながら気楽に言うんじゃねえ。あの、怒られついでにもう一つお願いがあるんですが、私たちもその立場というものがありまして。な、お前俺に八百長しろってのか。そうじゃありませんよ。だから負けてくれって言ってるんじゃなくて、なんていうか、こういい勝負だったなと言われるような。ふざけんな。ちょっと、あの、なるべくでいいんで。帰れ。帰った方がいいわよ、パンプさん。なんだかんだ言っても協力してくれるから、この人。私も説得するし。あ、じゃあ最後にもう一つ、明日はバトルスーツの着用をぜひとも。てめえ、まずい、この野郎。パンプ様、お帰りなさい。ごめんごめん、すぐに掃除するからね。今まさにバンプ様の携帯に電話したんですよ。え、先ほどまたフィリップ参謀から連絡がありまして、休養ができたから明日は来られないそうです。もううんざり。行くって言ったり来ないって言ったり。あの、レッドさん、ビールありますけど。この格好で飲む気になれるかい。バトルスーツ久しぶりですね。初めて見た。ちくわボイバン。いいでしょ、私だって飲みたい時があるんですから。なんだよ。かよこさんも呼んであげてください。なんでかよこも。今日はとことん飲むって決めたんだから。私っていうか、それコーラじゃないですか。天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な、もう一度言う、壮絶な戦いの物語である。ねえねえ、バンプ様。あ、ちょっと揺らさないで、ウサコッツ。何書いてるの？これは本部に提出する、あ、ピーちゃん、大事な書類なんだから。ねえ、レッド摩擦。あ、もう分かった分かった。その代わりレッドさんが切れたらすぐ逃げるんだよ。どうしたの、おさちゃん。あ、うん、お、アリソルじゃん。いじめっ子のチンコンたちだ。チンコン学校じゃないの。今日は祝日だろ、バーカ。僕のポシェット返してよ。中には大切なものが。アニマルソルジャーたちはもともと子供を人質に取るために開発されたゆえ、子供を傷つけられないプログラムが施されているのだ。お前ら何弱い者いじめしてんだ。レッド、すっ
ね、大丈夫かおめえら。うん、ありがとうレッド。ほらウサちゃんもお礼言わないと。うん、ありがとう。そしてレッド、お前何してんだ。助けてやったのに。弱い者いじめやめてよレッド。ぬいぐるみ型怪人の軍団アニマルソルジャー、その愛らしい姿とは裏腹にやっちまう気だけはクロシャイムナンバーワンなのだ。そうしてね。ああと言っても元を正せばかよこの金である。川崎支部の掟。バンプ様買ってきました。ああご苦労様。バイヤ君、うちでビールって言ったら発泡酒のことでしょう。いつもいつもの風、思い足取り少し軽くなる。夢を捨てたわけじゃないのさ、今が愛しい、それだけさ。事情は知らないが、辛いのは同じだ。すいません遅れちゃって。失礼します。バンプさん、もう始めちゃいました。いや今からですよ。いや介護あることすっかり忘れちゃってて。またいつっすか。レッドさん、ちいやほんと偉いですね、ちゃんとこういう介護に顔を出すなんて。あやっぱりあれですか、正義の味方の心意気的な。いろいろあんだよ。二次会まで出てくるね。昨日聞いたよ。じゃ行ってくるから。あ悪いけどそっち頼むわね。ああ、ではそろそろ始めましょう。まずはゴミの分別状況について。あまり徹底されてないようですね。そうそう、そういえば、あなんすか。見たわよレッドさん、この前ペットボトルと他のゴミ一緒に捨てたでしょ。まあ本当は困るわね。そりゃいかんよレッドさん。まずいな、組合員がそれやっちゃ。その点バンプさんのところはちゃんとしてるわよね。え缶もペットボトルも水で洗ってちゃんと一つずつ潰してあるじゃない。いやだって潰せばゴミ袋にたくさん入るでしょ、袋代が浮くじゃないですか。ただケチなだけですよ、うち。また謙遜しちゃって。いやいや、でも確かに一つ一つ洗って捨てるのってめんどくさいですもんね。だろ、だからつい。それがダメなんですよ。えめんどくさくてもそこを我慢してやるのが大切なんです。そうそう、一回サボったらズルズルと癖になっちゃうのよね。あ、そうだレッドさん、この前ゴミ置き場の掃除当番忘れてたでしょ。え困るわよ、ちゃんと週替わりで当番決まってるんだから。あ、
あの日は僕が代わりにやっておきましたから。おっと、バンプさんとこの若い子はしっかりしてるわよね。いや、それもこれもバンプさんの教育がいいからでしょうな。いや、さすがです。いいえ、とんでもない。レッドさんだってちょっとうっかりしてただけですよね。今度からは忘れないようにカレンダーに丸つけとくといいですよ。はは、それいいですね。ほんと、バンプさんは気が利くわ。いえ、アドバイスありがとうよ、バンプさん。ちょ、やめなさいよ、レッドさん。手を挙げるなんて怒られない。それじゃあね、とりあえず明日からゴミ置き場に張り紙をして様子を見ることにしましょう。では次の議題に。だったく、といつもこいつも、クソ。あ、レッドのやつペットボトル落ちたのにそのままですよ。はさっきみんなに責められてから意固地になってるんですよ、きっと。もうフルブ君、そういう言い方しちゃダメでしょ。まあ仕方ないな。まあ今日のところは拾っておいて。あ、フルブ君、ちょっとレッドさん何するんですか、いきなり。あ、すいません、レッドさん、ちょっとレッドさん何か言ってください。怖い、何も喋れない。フルブ君、フルブ君も何も喋れない。ちょっと天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。西東京支部幹部ヘンゲル将軍、左手のハサミに目が行きがちだが、冷静な判断力と的確な分析能力こそが彼の最大の武器である。開かない。力が全てではない。ヘンゲル将軍、瓶の蓋は熱することにより膨張し開けやすくなるのだ。滑るな、こりゃ。ハサミ外せばいいのに。そう、ヘンゲル将軍のハサミは脱着可能なのだ。誰だろう、まさかまた行さん。俺様の飲みの誘い NG か。偉くなったね。ああ、もう、せえから携帯出ないでおいたのに。とりあえず落としたって言ってバックれるしかねえか。目の前で着メロになったりしたら確実にドメスティッククラッシャーだよ。とりあえずここに。ああ、はい、今出ます。すいません、京さん。あ、よう、むきえび先輩。あ、ごめん、寝てた。え、いや、すぐ出てこなかったからさ。いやいやいや、寝てませんけど。いや、電気ついてたからいるかなと思ったけど、たまにあるからさ、電気つけたまま寝ちゃってるケース。そういう時のうとうとってすごく気持ちいいからさ、もし寝てたら悪かったかなと思って。いや、だから寝てませんって。電話とかでもさ、本当は寝てても寝てたって聞かれるとつい寝てないって答えちゃうんだよね。だから寝てませんから。
俺最近飯食うとすぐ眠って。何の用ですか一体。あ、なんつうかさ、殻持つ者同士ちょっと相談に乗ってもらおうかと思って。え、あ、そうっすか。じゃあ上がらしてもらうよ。殻ねえじゃん。殻を持つ者同士とかさらっと言ったけど、あんた、あの、ムキエビじゃん。で、なんすか相談って。いや、まあ俺たちはゆくゆくはサンレッドと戦う運命にあるわけじゃん。そうっすね。俺もさ、自信がないって言ったらそれは嘘になるわ。正直かなりいい線いくと思う。マジでレッドと戦ったら頭の中で何百回とシミュレーションしてみたけど、まあ五分五分、単純に力と力ならね。うぜえ。ただ問題はメンタル的な部分も加味して考えた場合なんだけどさ。はい。俺ナイーブじゃん。そこからやられるとヤバいかなって。メンタル面を崩されたところを力で。ヒルカ、何自分がナイーブってことが周知の事実みたいな口ぶりで話してんだよ。ガーガーっと来られたらさ。で、何か言いたいですか。互角の戦いがさ、最悪3対7で、いや下手すると2対8で劣勢になるかもしれないなって。いや、だから何か言いたいんすか。で、レッドの性格を考えると、俺と対峙した時にどういうリアクションを取るかスケッチブックに書いてきた。え、ダーン 100% よ。あいつなら俺に対して 100% 言うよ。そりゃ あんたあと粉つけて揚げるばっかりじゃん。天ぷらかフライかの分岐点に立ってるじゃん。その辺の言葉の暴力をどう受け止めるか、あるいはどう返していくかが勝利の鍵になっていくと思うんだよ。どう思う？知るか。お前はどう対処する？いや、お前はって言われましても、俺はそんなシチュエーションになること絶対ありませんから。あ、でもまあ、そうやって心構えができてる上で言われるんなら、精神的動揺は少ないんじゃないですかね。でもお前、同じ開けたのかでもいろんな言い方でニュアンスが変わるんだぜ。案外ズバッと言われるより、つぶやくように、開けたのかって言われた方が波紋が広がるように、じわじわと聞いてくる的なこともあるかもしれないってことを危惧してるの俺は。知りませんよそこまでは。そういうことを言われないようにする方法ないかな。え、 あ、じゃああれですよ、かぶり物ですよ。エビのかぶり物して戦えばいいじゃないですか。そうすれば天ぷらを連想する可能性は低くなると思いますよ。ダン、それってズラと同じ発想じゃん。今度はそれにばっか気がいっちゃって対決に集中できないよ。いつ被り物だってバレるか、いつバレるかってことに神経がいっちゃって。一緒のこと、上がっちゃったらどうすか。逆にすでに上がっちゃってたら開けたのかなんて言えないし。どこの世界にやるかやられるかの戦いにエビ天で挑む怪人がいるんだよ。なんだよ逆にって。ゴワゴワの衣つけてたら秒殺されるわ。動きにくくて仮に動きやすくうまく上げるとしてもだ。俺はその絶妙な上げ具合を実現するのに駅前のテンパチあたり修行に行くのか。レッドを倒すために天ぷら屋に目指せ。外はカリッと中はしっとりか。理由にこと書いて天ぷらに慣れていたと思ったら、天パチで住み込みで一から修行しろとまで言われるとは想定外の話や。いけないしよそこまでは。天ぷら職人としてピークを迎える頃には体力的にピークが過ぎてるわ。っていうかそこまで極めたんならもうレッドと戦うのをやめて天ぷら屋になるわ。もうわかんないっしょ。そういうことはもっと頭のいい感じに相談してくださいよ。ああ、わかったよ。他を当たるよ。真剣に相談してる相手に天ぷらになるなんて言われないだろ。逆ギレかよ。はい、お願いします。最初はバイトでいいんです。一人前になりたいんです。何でもやりますから。僕に言われたの天ぷらの道を極めたいんです。バイトなんで。そんなこと言わずに聞いてんじゃん。アドバイス。バンプとかよこのさっと一品。皆さんお久しぶり。サッと一品がリニューアルして帰ってきたよ。アシスタントの内田佳代子です。バンプさんの足を引っ張らないように一生懸命頑張ります。さあ今日のお料理はとっても簡単、大人のたらこスパゲッティ。あら、これって前にも紹介したんじゃ。それに大人って？まあ見てって。それじゃあ材料の紹介ね。あら、材料も前回と同じ。そう、だから作り方も途中までは前回と全く同じなの。詳しく工程を知りたい方はサンレッド DVD1 巻を参照してくださいね。さあ、茹で上がったパスタをボウルに入れてよくかき混ぜて刻み海苔を乗せて完成。あ、ちょっと待って。じゃーん、これ。あら、黒胡椒。最後にこれをたっぷり振りかけて
完成。大人のたらこスパゲッティ。わあ、美味しそうですね。はじめは普通に食べて、後から黒胡椒を振りかければ二通りの味が楽しめるのね。もったいぶってこれだけかよ。神奈川県川崎市で善と悪が壮絶な戦いを繰り広げているその頃、遥か宇宙の彼方では新たなる脅威の帯同が始まっていた。我が母星ババロアの寿命はあと1年。新たなる惑星を手に入れることは我々の急務である。おお、地球を侵略するのだ。立ち上がれグリーンの戦士たちよ。おお、だけど。うわーすごい。前に御殿場行ったろ。あの時に運転しやすかったからこいつにしちゃいました。4000年生きてて初めてのマイカーです。中古です。頭金20万円で月2万の1年ローンです。うせえよ。わっ、もうぬいぐるみなんか入れちゃって。あれあれ、このグローブで運転すんのかな。レベル高え。ね、バカにしてんのか。バカになんかしてませんよ。ムカつく。おめえ絶対乗せねえからな。結構です。まあそうだよな。お前ここんとこスーパーのレジのバイト頑張ってたもんな。おばちゃんに指示されて、それで貯めた金で頭金払ったんだもんな。そらピッカピカにワックスかけるよな、中古でも。ね、何さっきから言ってんだよ。免許持ってねえくせに乗ろうぜ。はぁ、なんだよお前、本当は羨ましいんだろ。別に羨ましいっていいよ。これ全然羨ましくない。おお、ルサ。あ、タレミル先輩、かっけー。どうしたんですか、この車。買ったんだよ、キャッシュで。さすが。乗るか。うん、乗る。開店前の人気ラーメン店、そこに並ぶ人々の中に潜む異形の輩、奴の名はグルゲゲ。世界征服を企む悪の組織フロシャイムの怪人である。ショベルカーを素手で破壊し、巨像をも一発の毒液を吐くこの怪人の趣味は、そうラーメン屋巡りである。帰宅途中、本屋での立ち読み、自宅アパートでのインターネット、そうして得た知識をもとに休日は電車を利用しラーメン屋をはしごする。それが彼の生きがいなのである。ちなみに去年夏の休暇に青春18切符を使い、自ら企画したラーメン東海道53次巡りを達成。その様子は異形として彼自身のブログ
麺吉のイケイケラーメン堂、略してイケメンにて特集を組み、普段の食べ歩きの評価とともに公開している。開設からわずか1年足らずで15万ヒットの人気ブログなのだ。ちなみに麺吉とはグルゲゲのハンドルネームである。いや面白かったね、タモさん。そうですね。帰ってからだとあれだし、お昼食べてこっか。そうですね。笑われてますよ、お二人。相当楽しかったんだな。で、何がいい？え？いや、何でもいいですけど。グルゲゲ君は？え？あ、俺も何でもいいんですけど。あ、なんかこの辺に美味しいラーメン屋さんがあるって聞きましたよ。へえ。とんなんとか。あ、そうそう、トンキって言ってましたよ。トンキ？知らないな。じゃ、そこ行ってみようか。はい。やった、久々にお気に入りのトンキだ。なんかあんまり綺麗な店じゃありませんね。床がヌルヌルする。あ、でもこういう店の方が美味しいって言うし。分かってないな、戦闘員は。この店の主人は博多の有名店北ラーメンに修行に行ってんだぜ。知る人ぞ知る隠れた名店、本当は教えたくないんだぜ、俺は。はい、お待ち。あ、来た来た。本気よりも濃厚なスープに驚くなかれ。もうダメ。俺も。油っぽいっすね。なんか、スープが煮詰まってる感じがしません？え、お店の人に悪いから全部食べたいんだけど、なんていうのかな、こう、若者向きだね、ここのは。なんかすいません。あ、グルゲゲ君が責任感じることはないよ。君だって噂で聞いただけなんだから。はい。あ、やめときなって、胃もたれしちゃうから。無理して食べることないよ。でも他人の味覚って本当当てになりませんよね。あ、結構有名なブログなんですけど、イケメンって知りません？知ってる知ってる。あそこで絶賛してるラーメンってことごとくまずいのね。ブサンコに三つ星つけてたよね、あそこチェーン店なのに。そうそう、あのブログネットですげえネタにされてんだぜ。そりゃそうだろ。イケメンとかラーメン53次とかネーミングセンスがすげえしさ。評論家気取りの文章が意味不明でうぜえし。ほらほら君たち、会ったこともない人の悪口を言うのはよくないよ。ノーだぜ。グルゲゲさんもギブアップですね。そのよ、グルゲゲのブログイケメンは閉鎖された。何ノロノロしてんだよ、さっさと拾えよ。子供が転んだら怪我するんだろ。ほら、どこにでかい花なんだろうよって言ったな。てめえもいつまで伸びてる気がするんだよなあ。ったく、言うことばっか偉くてこの野郎は。いつものワンパターンはやめて、たまには大技を駆使してくださいだ。お望み通りしてやっただろ。塀に向かって投げ捨てパワーボム。満足したか？あ、これで満足か？チェック、そういうベクトルじゃなくて、ああ、もっとビーム的なエンターテインメント性のある。てめえ、技を駆使するとかベクトルがどうとか贅沢ばっか言いやがって。そんなの知った俺を追い込んであげるな。トラサバです。おい、本当に頭はもうまだ意識が朧朧としてるみたいなんで。うっせえ、シャレじゃ済まなくなるんで。俺が命狙われてんのはシャレで済むのかよ。っていうか、てめえは破片拾ってる。ほら、拾えよ、ブロックをよ、てめえら、さっさと。拾っちゃおう。結構大きいな。キリがない。終わりました。ああ、おい、もっとこっち来い、こっち。ちげえよ、話しづらいからだよ、遠くてよ。あ、はい。で、今日はなんでバンプの野郎は来てねえんだ。やっぱりバンプ様が来てないからマジ切れしてんだ。この前来なかった時は確か腹痛って言ってたよな。今日はなんだ、風邪か？気の利いた言い訳くらい考えたんだろうな。考えてねえのかよ。あるプロレスラーの名言に、戦う前に負けた時の言い訳を考えるバカがどこにいるって。
っていうのがあるんですが、そのアホか考えとくせめら間は言うよ。国会議事堂へ行ってます。国家お、なんだ国会議事堂って、総理を襲う計画でも企ててんのか。え、あ、そうです、だから今日来られなかったんです、バンプ様。あ、出ろよ。あ、はい。貸せ。あ、サボテスク、私、ソーリちゃんまんじゅういくつ買ってく？あ、見てる。あれ、切れちゃった。行きますよ。あ、はーい、お願いします。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。リモコン壊れたんすか。お前地デジになったらお前テレビ買い替えだぜ。リモコンだけ買い替えたらバカでしょ。いらっしゃい。ねえ聞いた？純子好きな人ができたらしいよ。あの男が純子が好きになるなんてよっぽどかっこいい人なんだろうな。でも随分年の差あるみたい。そうなんだ。結構大きい会社の偉い人なんだって。ダンディーなヒゲ生やしててね、ちょい悪って感じで危険な雰囲気のいい男らしいよ。へえ、素敵な人なんだってさ。物知りでよく気がついてユーモアがあって。あ、そう。あと片手がハサミなんだって。ハサミ？ハサミ、それは大変ね。ねえ、帝王様、時が満ちました。今こそ立ち上がる時、地球侵略作戦を。今日はやめときますか。いつもの道、いつもの風、思い足取り少し軽くなる。夢を捨てたわけじゃないのさ、今が愛しい、それだけさ。事情は知らないや、辛いのは同じだね。何にも言わないで、その口。 Thank you!